戦しますか。あの子たちがロータスラビリンスを攻略したみたいですね。へえ、あの難攻不落の巨大迷宮を攻略したったのかい。一体どんな奴らなのかね。気になるんなら試しに行けばいいじゃないか。私も付き合うぞ。相手の強さがわからないうちはあまり迂闊に動かない方がいいんじゃないかしら。私たちは実装されたばかりなのよ。まずはプレイヤーの情報を集めることに専念するべきだわ。相変わらず慎重なやつ。いや、臆病なだけか。お前んとこの妖精たちの方がよっぽど肝が据わってるんじゃないか。あの子たちは何も考えていないだけよ。あなたと同じでね。はっ、言ってくれるじゃないか。同じオリジナル電脳体同士仲良くしましょうよ。それは強者ゆえのおごりかしら。私もあまり舐めてかからない方がいいと思うわ。だってさ、遊戯ちぃ。ですがお姉様、強者には強者の矜持というものがあります。それに恥じ入るような行いはするべきではないかと。策を弄するのは弱者のすることとでも言いたそうな顔ね。そうは言っていない。
警戒はすべきだけれど、必要以上に怯える必要はないと言っているだけよ。そうですね。慎重になるのもわかりますが、慎重になりすぎるのもそれはそれで問題だと思います。私は慎重すぎるくらいでちょうどいいと思いますけどね。恐怖を知り備えるからこそ勝利することができる。あらゆる状況を想定し対策を講じるべきです。そんなの知るか。感情のままに振る舞い、感情のままに行動する、それが人として正しい姿じゃないだろうか。私は問いかけてみる。まあ、それが正しい姿であるかどうかは分かりませんが、それぞれ思うところがあるのであれば、無理に足並みを揃える必要もないでしょう。自分が正しいと思う道を信じて突き進めばいい。だな。そうこなくっちゃ。そうね、異論はないわ。同じく。これも良い修行となるでしょう。私よりも強い奴に会いに行く。え、それでいいんですか？こんな時こそみんなで力を合わせるべきなんじゃ。いいのよ、レイセン。だってこれはゲームなんだもの。そうですね、せいぜい楽しませてあげましょう。再びこの世界へとやってきたプレイヤーたちを。なんだか強くなった気がします。私はまだまだ強くなる。電脳体が本人より弱いなんて一体誰が決めたのよ。教えるわけじゃないよ。強くなった気。また力が増したみたいね。限界はないわ。強くなった気がするよ。強くなったみんな。強くなった気がするよ。レベルアップだ。やったね。邪魔をしないで。やっ。これがさらに高みか。レベルが上がったみたいね。これがさらに高みか。ガチャ！邪魔しないで。秋が終わる瞬間くらい気分が悪い。悲壮の天気。
そこで。また力が増したみたいね。あそこにいるのはスイカさんとユーギさんみたいですね。新たに実装されたオリジナル電脳体だと思われます。ふーん、なら早速仲間にしましょう。あなたたちオリジナル電脳体よね。誰だお前は。私はひなない天使、このゲームのプレイヤーよ。へえ、あんたが。あなたたちってまだ誰の仲間でもないわよね。よかったら私の仲間に。断る。は？聞こえなかったのか。断るって言ったんだよ。ちゅ、どいつもこいつも。どうしてこう反抗的なのかしらね。私たちは作られたデータにすぎませんが、ちゃんと自身で考え行動します。ゲームだからといってそうそう都合よくはいかないということですね。おいこら天使、私たちを仲間にしたいってんならな、力を示してみろ。弱い奴に従う義理はないからね。お前が強いってことを証明してみせな。で、結局はこうなる、と。いいわ、見せてやろうじゃない。この私の強さってやつをね。
これに耐えられるかしら。やべえ、この人は完全に振られないよ。違いをしてないか。私たちはお前の強さを証明しろって言ったんだ。勝てば仲間になるとは一言も言ってないぞ。何よそれ、意味がわからないわ。勝ったんだから私の強さは証明できたんじゃないの。私たちの言う強さってなさ、そういうことじゃないんだな。ただ勝つだけなら弱くたってできるんだよ。私が弱いって言うの？いや、お前は強いよ。だが、それは私たちが求める強さじゃない。わかったら、顔でも洗って出直しておいで。はぁ、とんだ無駄骨だったわ。元気を出してください、総領娘様。ありがとう、イク。でも別に落ち込んでいるわけじゃないわ。あいつらが求める強さって一体何なのかしらね。それは私にも分かりかねますが、きっと総領娘様ならその答えを見つけることができる。そう、私は信じております。イク、そこまで言われちゃその信頼に応えないわけにはいかないわね。待ってなさい、スイカ、遊戯。私は必ずあなたたちを仲間にしてみせるわ。
しょ。